はい、初めまして、スマート HR から参りました、プロダクトデザイナーの上田と申します。今日はそうそうたるメンバーの中から、私のようなものがちょっと来て、すごく緊張しているんですけれども、私はデザインシステムの担当とかではなくても、一開発者として今日は参りましたので、割と実践的なお話を中心にちょっとご説明できるといいかなと思います。はい、では早速始めていくんですけれども、はい、デザインのためじゃないデザインシステムと聞いて、一体何を想像されたかすごい楽しみなんですけれども、こちらの題で今回はプロダクト開発の生産性を高めるデザインシステムについてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で簡単に自己紹介になりますが、私はスマート HR のプロダクトデザイナーなんですけれども、プロダクトデザイングループには9人目でジョインをしてまして、今で1年と7ヶ月ほどくらいになります。でメインではスマート HR の基本機能という人事労務領域のプロダクト開発チームでデザイン業務を行っています。でサブプロジェクトとしてユーザーリサーチ推進室でユーザビリティテストを実施したり、デザインシステムのコンテンツの執筆とか運営とかもやっているような形になります。そして私たちが開発しているプロダクトの紹介になるんですけれども、スマート HR は従業員の雇用契約や入社手続きといったさまざまな労務手続きをペーパーレスで完結するクラウド人事労務のソフトウェアです。で人材マネジメントとかに特化した機能も備えていて、集めた人事データを最新の状態で一元管理したり、さまざまな外部サービスと連携も可能です。はい、本日はそんなスマート HR のプロダクト開発において、デザインシステムが何の目的でどのように運用されているのかを、割と開発者の目線で、現場からの目線でお伝えしたいと思います。まずスマート HR デザインシステムのご紹介をさせていただいて、でプロダクト開発での実例や手法を交えつつ、1つ目はデザインのためじゃないデザインシステムとは何、2つ目はデザインシステムは開発者に何をもたらすのか、3つ目はデザインシステムがスケールし続けられる秘訣とか取り組みとかについてご紹介していきます。はい、で初めにスマート HR デザインシステムとはについて簡単にご紹介させていただきます。こちらですね、スマート HR デザインシステムは誰でも効率よく迷わずにというスローガンのもと、サービスに関わるすべての人がスマート HR らしい表現をするための基準や素材をまとめたものです。でこちらウェブサイトとソースコードも一般公開しているので、どなたでも閲覧できるようになっています。ソースコードは GitHub 上のリポジトリがパブリックな状態で公開されています。でコンテンツとしてはブランドデザインっていう領域とプロダクトデザインっていう2つの文脈から構成されていて、それぞれ主体的に運用を管理しているメンバー、コンテンツが異なります。でブランドデザイン文脈のコンテンツはどちらかというとセールスやマーケティングといったビジネスサイドのコミュニケーションで利用されるアセットが中心で、クリエイティブディレクターとかコミュニケーションデザイナーが主体になっています。でプロダクトデザイン文脈のコンテンツはプロダクト上で表示する UI や用事用語といったようなガイドラインが中心になっていて、プロダクトデザイナーや UX ライターといった職能の人が中心に運営をしています。で本日私はプロダクトデザイナーなので、後者のプロダクトデザイン文脈としてのデザインシステムの運用活用中心にお話します。それでは本日のメインテーマであるデザインのためじゃないデザインシステムとは、なんか恐ろしいことを書いてるんですけど、どういうことなのかをスマート HR の開発体制と合わせて順に説明していきます。で、スマート HR デザインシステムについてもご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、よくある誤解として、デザインシステムってデザイナーの生産性を上げるためのツールなんでしょっていうふうに、おっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、スマート HR デザインシステムにおいてはこれは違います。じゃあ何なのよということなんですけど、デザインシステムはデザインとエンジニアリングが不可分であるプロダクト開発において生産性を向上するための手段と捉えています。でどういうことかと言いますと、この背景にはスマート HR のプロダクトデザイナーの特徴として、プロダクト開発を提供開発する開発者としての責任を負っているということがあります。
基本的な開発体制としてはこちらにちょっと簡単に図があるんですけど、各プロダクトですね、スマート HR も一つのプロダクトではなくて機能ごとに別のプロダクトとして開発チームがそれぞれ存在していて開発しているような体制になっていまして、その一つのプロダクトに対してプロダクトデザイナーがアサインされていたり、またはその職能を担えるエンジニアだったりマネージャーだったりという方がアサインされています。で、開発者としてインターフェース品質や円滑な開発活動のサポートに責任を負っています。で、一つのデザインチームがコンポーネントとしてあって、それがプロダクトを横断的にデザインを見ていくというような体制ではないということですね。で、デザイナー以外の職能においても基本的に近しい体制になっているかなと思います。そしてよくある開発チームの流れになっているんですけれども、プロダクト開発チームごとに要件定義から最終的なリリースまでワンストップで機能開発を行っています。で、全ての工程を開発チームのメンバーが自立分散的に進めるためにはデザインとエンジニアリングをこう行ったり来たりするといったようなこのリニアじゃなくてこう行ったり来たりを繰り返すようなそういうコミュニケーションが必要になってきます。で、ゆえにデザイン業務だけ生産性を上げても部分最適にしかならないので、デザインとエンジニアリングが不可分であることを前提にコミュニケーション手段の延長としてプロダクト開発の生産性を向上するためのデザインシステムというふうに位置づけています。で、しかしスマート HR では初期の開発フェーズでは最初からデザインシステムがあったわけではなく、また自然発生したわけでもないです。どのようにしてデザインシステムの取り組みが生まれたかというと、プロダクトの機能の拡充や事業拡大といったようなプロダクト開発をスケールする上での強い課題感から始まっています。具体的な課題としてはプロダクトデザイナーがまだ余命だった頃からすでに各プロダクトごとのデザイナーが集まってレビュー会やナレッジ共有といった横串のコンテキスト共有の場はあったんですけど、今後スケールしていくと同期的な共有が難しかったり認識のズレみたいなのを埋めるコミュニケーションのコストがかかりそうだよねという課題感がありました。そして説明やガイドラインといった非同期的に認識を揃える手段がなければプロダクト開発上の障害になりかねないという危機感から、まずはできるところから小さく始めようとしたのがスマート HR デザインシステムの始まりになります。ではどのようにしてデザインシステムを作ってきたかというと、それはプロダクト開発の進め方に関係があります。スマート HR のプロダクト開発では多くの場合一連の機能を完璧にこう作り切ってからドーンリリースするみたいなそういう進め方ではなくて、機能をユーザーにとって価値がある最小単位までこう分割をしていって、それを段階的にこうリリースしていくということを行っています。提供したい価値を最小のユースケースごとに分割して、これをちょっとずつこう積み重ねていくというようなイメージになりますかね。で、そうしていくとデザインとして必要な部品も要件も最初は必要最小限の低い解像度から始まることが多いです。で、初期はブランドカラーロゴといった基本要素のみ共通で、機能とか画面がどんどん増えていくと似たような UI とかデザインパターンが出てくるといったようなそういう具合ですかね。それらのあり方について少しずつコミュニケーションを重ねていって共通コンポーネントや一般化した概念として積み上げることで、だんだんパターンとして整理できるようになっていきます。で、今のスマート HR デザインシステムの形で公開が始まったのは2020年の6月頃で、プロダクト自体は2015年にローンチしているので、その間5年の間デザインシステムというものはなかったんですね。でも社内ドキュメントとかそういうものが最初は基本要素という小さいところから始まっていて、それがどんどんデザインナレッジとして積み上がっていったものをこう日常的にドキュメントされていたものをこうやっと公開しようということで、半年後にはデザイン原則ということを言語化して、それをきっかけにコンポーネントやデザインパターンとして整理されて公開していった、そういう流れになります。1年後には社内で普及し始めていた Figma というものを利用してコンポーネントライブラリーを整理してスマート HR UI として去年ですかね公開しています。
で継続的にコンテンツは追加され続けるんですけれども、ウェブアクセシビリティ簡易チェックリストだったりとか、ライティングガイドラインっていうものも社内のドキュメントから整備されて順次公開をされています。で最近ではユーザビリティテストの手引きも公開されていて、開発チームが自発的にユーザビリティテストを実施してくれるといったような事例も出てきています。でこのようにこう小さく積み上げていくと、いわゆる車輪の再発明と呼ばれる開発の無駄を減らすことにつながっていきます。でその結果、後発の機能開発では初期リリースから機能がこう充実させることができたり、提供までの時間を短縮することにつながるので、プロダクト開発全体の生産性に貢献します。でこの取り組み方は最初から生産性を上げるぞいみたいな、そういう効果は出づらいんですけど、後からどんどん効いてくる、まあ、長期投資的な側面はあるのかなと思っています。はい、では2つ目のテーマとして、プロダクト開発全体での生産性を向上するために現場ではどのような営みがあって、具体的に開発者に何をもたらすのかを紹介していきたいと思います。よくある誤解の2つ目として、デザインシステムがしっかりしている分、デザインデータがデザインのガイドライン通りになってないと、デザインシステム警察がこう鬼の形相でやってきて厳しい取り締まりが待っているんじゃないかと恐怖される方もいらっしゃると思うんですけど、実際はその全く真逆で、開発者が妥当な意思決定を早めるための補助線であって法律ではありません。大前提として意思決定は常に開発チームによる現場での判断が尊重されているので、ガイドライン通りでなければならないということはまずありません。実際にどういう営みが行われているのかっていうのをちょっと私の知る一例で紹介したいと思います。例えばなんかボタンありますよね。ボタンのラベルするをつけるかどうかとか、オブジェクト名を入れるかどうか、どっちがいいんだっけみたいな時とか、プルダウンに表示するアクションの表示順、なんとなく編集を一番上にしてるけどこれでいいんだっけみたいな、そういったような文脈によって判断が変わってくるようなケースってありますよね。そういう場合の議論の手段の一つとして、スマート HR の多くの開発チームではモブデザインを取り入れています。でモブデザインっていうのは複数のメンバーが同期的に同じ場所でデザイン作業を行うことです。でドライバーとなる人、まあ、大体デザイナーなんですけどが画面共有などで、まあ、Figma ですね、 Figma を画面共有して作業場を配信しながら、その Figma の場にエンジニアとか QA とか全員が入ってで UI デザインや文言などのパターン出しを一丸となって検討します。で人によっては見学だけしているメンバーもいたりします。でまた開発チーム内だけじゃなくってプロダクトデザイナーがこう横串で行うこともあって、そういう場合はより専門的な知識共有をしたり、お互いのプロダクト、ちょっとずつユーザーが違うので顧客の理解やドメイン知識をこう理解することにも役立ちます。でモブデザインなどの場でこうデザイン、先ほどのような例でありましたけど、まあ、判断迷いが出てきたときはだいたいこのようなフローチャートで解決していくことが多いです。で調査の部分を見ていただくと、こうデザイナーや UX ライターとの相談といった選択肢のほかに、デザインシステムを参照するというような選択肢が取れることが分かりますよね。であくまで選択肢なんで取り入れるかどうかは、まあ、デザインをモブデザインの中で開発チームの中で意思決定することもあるし、それをスプリントレビューなどの場でこう見てもらステークホルダーに見てもらって妥当性を判断して、最終的にリリースするかどうかの判断を下すということになります。で無論デザインシステムにあるガイドライン通りに従ってこう最適化をするぞという意思決定もあるんですけど、例えばそれによって顧客の提供スピードが遅くなったりするみたいなリスクがあるのであれば、後から反映させるとか、または対応しないといった柔軟な意思決定をする場合もあります。でこのような議論をデザイナーや UX ライターだけじゃなくて、さまざまな職能の観点から議論をすることで顧客への提供価値や、提供スピードを向上していくようなこうシナジーを生み出していくというような効果もあります。
まあ、最近私があった例だと、まあ、表示する文言をちょっと工夫すると条件分岐の処理を減らせるよね、表示の切り分けをしなくていいよねってことに気づくってことをエンジニアがこう見つけてくれて、それで反映することができたといったことがあったりしました。でこうした取り組みによってデザインの根拠や過程が言語化されて認識しやすくなったり、デザイン以外のデザイナー以外のデザインを自分ごととして開発者が関心を持つことができたり、各職能の専門的な観点から抜け漏れを事前に防ぐといったような効果も期待できます。また Figma でのデザイン作業においてはコンポーネントライブラリーであるスマート HR UI を活用しています。こちらは主にリアクトライブラリーとして提供されているスマート HR UI を正として実際の実装に合わせて再現しています。でまた Figma のコンポーネントプロパティーズなどの機能拡張にあるアップデートも追従して常に更新し続けています。こちらも一般公開しているのでどなたでもご利用いただけます。で実装と一致する共通コンポーネントライブラリーがあることで UI などの中間成果物を素早く作成できるだけじゃなくって共通された部品を、ガイドラインに即して利用することで本質的な議論に集中できます。で非デザイナーがデザイン作業に参加するハードルもこうグッと下がるのでデザイン業務自体のハードルも下げるといったような効果があります。モブデザイン以外にも例えばスラックのワークフローとかで気軽に開発者が相談できるような仕組みもあってこういった場を使って非同期的な議論をするっていうケースもよくあります。はい、ここまでで現場でのデザインシステムの活用について紹介したんですけど、3つ目のテーマとしてはこの規模のデザインシステムを継続的にスケールできる秘訣ですとか取り組みを紹介したいなと思います。ここでよくある誤解の3つ目なんですが、これだけの規模のデザインシステムだと専任の強デザイナーがいて力強いオーナーシップによって運用管理などのガバナンスをこう徹底しているってことをまあ想像される方もいるんかなと思うんですけど、実際は特定の誰かがオーナーシップを握っているプロジェクトではなくって、基本的にプロダクト開発チームの各担当者がその都度課題ベースで検討議論を行ってデザインシステムに反映する部分を主導しています。で私自身もスマート HR に入社して初めてデザインシステムっていう取り組みにコミットしてプロダクトや職能を超えてさまざまな人の協力を得てガイドラインやコンテンツを泣きながら作成しています。でプロダクト開発の流れ的にはこの図で言うとモブ、下の方ですね、モブデザインなどで検討して新しく決まったこととか、共通認識を都度追加していきます。実態としては開発チームのデザイナーや UX ライターがすごく強い気持ちで主導して共通認識や概念を一般化してドキュメントにするという極めて地道な努力をしています。でとはいえデザインシステムに載せるために開発スピードを犠牲にしているみたいなことがあっては言語道断なので、できるだけ、運用コストを下げるための仕組み化によって積み上がるハードルを下げる工夫をしています。例えばガイドラインの執筆ではテンプレートに従ってコンテンツを作って GitHub 上のプルリクエストでレビューを行ってそのままコミットするとウェブサイトに反映するようになっています。Figma のコンポーネントライブラリースマート HR UI でも、ブランチ機能を利用して効率的かつ安全にレビュー適用できる仕組みになっています。で一例で言うと、ガイドラインのテンプレートはデザインパターンやコンポーネントの構成を各内容の補足もされているので、なんか各人がゴールをイメージしやすいような工夫がされていたりします。で、Figma のコンポーネントライブラリースマート HR UI でのデザインデータの作り方もコンポーネントの命名規則から内部の構造の作り方まで型として定義されているので、迷うことは少ないのかなと思います。で、レビューにおいてはスマート HR デザインシステムのソースコード、先ほども申し上げたように GitHub 上に外部公開されています。なのでガイドラインに追加する記事のレビューのやり取りや私が泣きながらレビューを受けているような様子もこのプルリクエストで誰でも閲覧できるようになっているので、ちょっと興味がある方は見ていただければと思います。一般公開しているので外部からのマサカリ元やプルリクエストも大歓迎しておりますので、ぜひ
いただければなと思っています。で、 Figma のコンポーネントライブラリとしてのスマート HR UI の更新はブランチ機能を使ってます。で、既存のデザインデータに影響を与える破壊的な変更があったりするのを事前に検知をして安全に適用できるように運用しています。で、 Figma のコンポーネントライブラリのブランチによるレビューの出し方もガイドライン上で画像付きで手順を示しているので、特定の誰かがメンテナンスを泣きながらし続ける体制から、こうみんなが自立理想によって負荷を分散するような体制の移行にはすごく役に立っています。そして新しく追加されたコンテンツ、これいろんなプロダクトでそれぞれ行ったりするとキャッチアップがすごい大変だったりするんですけど、そういったところは社内外で周知を徹底しています。周知の場としては毎週行われているプロダクトサイドの全体共有のミーティングやスラック上で広く周知しています。外部向けにはツイッターやノートなどを使って発信しています。はい、ここまででスマート HR デザインシステムがデザインのためじゃないデザインシステムとしてどのように営まれているかを3つのテーマで紹介させていただきました。で、最後に今回紹介した話をおさらいしつつ、明日から始められるおすすめの施策をピックアップして終わろうかなと思います。1つ目はプロダクト開発のフェーズで課題となっている部分から小さく積み上げていこうということです。プロダクト開発には非常に多くの不確実性が待ってますので、最初から完璧なデザインシステムを作ることはまず困難だと思います。初期からは後から変更しづらいロゴとかブランドカラーといったような抽象度の高い要素の定義にとどめて、より具体的なものは実際にプロダクトで解決した部分から小さく積み上げることをお勧めします。2つ目は開発者がデザイン業務を行うためのハードルを下げる工夫です。 Figma などのデザインツールを利用している場合はライブラリをチームに公開したり、外部パートナーなどの見つけやすい場所に公開提供しましょう。リソースにアクセスしやすいってことは、いつの時代でも正義かなと思います。また非同期でデザインや文言について気軽に相談できる仕組みもすぐに始められると思います。で、開発チームへのモブデザインの参加のハードルを下げるといったところでは、Figma などの利用している、それぞれ利用しているツールがあると思うので、そのツールのオンボーディングっていうのがすごい有効です。これとっても盛り上がるんで、チームビルディングとしてもお勧めします。3つ目は、開発者がデザインシステムに参加するためのハードルを下げる。で、ガイドライン作成には、ゴールイメージを分かりやすいテンプレートを用意したりとか、GitHub など、開発者が見つけやすい、慣れている方法で作成できるということもすごく重要かなと思います。また、自立自走の文化が割と根付いているような組織では、運用上のつまずきポイントというところも丁寧にガイドライン化すると、それもすごい有効だったりします。はい、ここまで。プロダクトデザインにおいてデザインシステムはプロダクト開発の生産性を高めて顧客に素早く価値を届けるための手段に過ぎないということをお伝えしてきたんですけれども、間違ってもこうデザインシステムってデザイナーや開発者がこう楽をするためのものではないということをお伝えしたいと思います。で、もしこれから新しく何かを始めようとしている方で、デザインシステムを始めようと思っている方がいたとして、それが顧客に価値を届けるために本当の必要なことなのかっていうのは考えてほしいです。もしかしたらそれってデザインシステムという手段じゃない可能性もありますよね。幸いなことにですね、今日は素敵な発表や刺激がたくさん得られると思うので、この贅沢な時間を生かして最もベストな選択肢を選んでほしいなと思っています。はい、現場からは以上になります。ありがとうございました。